ネルソン・マンデラ国立博物館は、通称マンデラハウスと呼ばれる南アフリカ、ソウエトにある建物であり、1946年から1962年にかけてネルソン・マンデラが住んでいた。大主教を務めたデズモンド・ムピロツツの家からもほど近い。マンデラが1997年9月1日に自身が設立した団体、ソウエトヘリテージトラストに寄付してから、 博物館として運営されている。1999年にはナショナルヘリテージサイトとされた。マンデラハウス1945年に建設され、赤いレンガ作りの小さな1階建ての建物である。壁には弾丸による穴が開いており、玄関には火炎瓶による襲撃でできた跡が残っている。内部には家具のほか、写真などの記念品、ネルソン・マンデラへの出廷命令。 シュガール・エレナードからマンデラに送られた世界選手権のベルトがある。また、ビジターズセンターと小さな博物館を併設する。1999年、ソエトは1997年12月にマンデラハウスがオープンしたことも影響し、南アフリカの人気観光地の16位となった。 マンデラは1990年に刑務所から釈放された後もっと安全な家に住むべきだという政府の提案があったにもかかわらずこの家に戻った。ソうエトに迎えられた際に彼はやっと我が家に戻ってきたのだと述べている。しかし家に戻ってからわずか11日後に彼は引っ越した。彼は後に自伝で以下のように書いている。その晩私はウィニーと一緒に オーランドウエスト8115番地へ帰った。そこで、ようやく、刑務所から出られたのだという実感を味わうことができた。8115番地は、私にとって、世界の中心地であり、心の中の地図で印をつけてある地点だった。2007年、ソウエトヘリテージトラストは、マンデラハウスを改善することに決めた。家や展示物の状態の悪さ、観光客用の施設の不足、 ガイドの要請不足、一貫したテーマの不足といった問題を抱えていた。また、公式に展示物について調査されたことが一度もない状態だった。2008年1月に、まず、マンデラハウスに焦点を絞って修繕が行われた。さらに、新しいビジターズセンターの建設、保存作業の管理、責任者の任命、スタッフの再教育が計画された。 このために2008年4月に一般公開を休止し、2008年7月18日に着工した、2009年3月19日に再オープンしている。南アフリカの大統領マンデラの指定はヨハネスブルグのホートンエステートにあり、彼の死後、人事マンデラファミリートラストの元に渡っている。ありがとうございます。